神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウルこの福音は神,神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので御子に関することです御子は肉によれば旅での子孫として生まれ清い御霊によれば死者の中からの復活によれ大脳の 大脳によって公に神の御子として示された方私たちの主イエスキリストですアメン皆さま平安にあなたは世界を生かす宣教師ですあわ荒れ果てた譲りの地を継がせよう。自分のため信仰を告白しましょうただキリストが私の理由です もう一回自分にただ「イエス」が私の理由です。本当にキリストが皆様の理由になって完全にイエスによって満足される祝福があるように先週の課題は何でしたか先週のタイトルは 何でしたたっっけあのちょっとあの違った答えが出てきます本日を失うと全部を失うというタイトルでした。福音の本日それを逃したら失ったら持っても持ってない成功してもそれじゃない結局全てを 失ってしまうんですそれにつながって今日のタイトルは福音になるほど人生は変われる信じますか福音が回復されるほど私と皆様の人生が変わりますなぜなら福音は完全で全てで十分なことだからです本当に福音が回復されるほど 私の人生が変われその変われた人々によって現場の大勢の人々が変われる伝道ができますこの祝福な答えが今週皆様の皆様にあるように祝福しますイスラエルの民が430年の間エジプトの奴隷になっていました。 ある日ボセというリーダーがリーダーを通って主はイスラエルの民を救ったんですだから救,救われた民には全てが感謝するべきなことであり430年の間奴隷の生活をしたそのエジプトからあの出てこられますか子供を産んでも奴隷 それを当たり前のことで受けたのにそ,のそこから解放されて感謝するべきでしょう全てを。でエジプトから出てイスラエルの民は感謝するところがまた心配に落ちてしまいました。それが私の ある面ではそれが私たちの人生じゃないでしょうか。間違った櫓の上に立っているから感謝と賛美と喜びの以前に恨みと不平と落胆と絶望することが私たちの前に見えます。それでイスラエルの民がアラノに生きながらとっても。 そうですね、なんとか気ま,わじ,気まじしくて、もし本当の信仰があったら、エジプトからあー救って出たのに、どこに行っても何も心配がないのが当たり前なんですけど、それができなかったんでしょう。で、実際、信,信仰で、 問題を見えなかったんです。それが長くで,できていった奴隷の根性だったと思います。根性だったと思います。それがそのままやぐらでやぐらになっていって、荒野に行きながら問題にあうことを恨んで不平したんです。初めて問題にあった時、それが郊外が。 前にあったんですイスラエルの民がエジプトから出てアラノに行くそ,のそ,こそこで前には郊外があって後ろにはエジプトの軍隊がお,しおってきたんです。その状況でイスラエルの民は結局心に恨みが起こって。 モセを恨んでそれはモセを恨んだというのは神様を恨んだでしょう。なぜ私たちをエジプトから出ておいてここで。 あの死ぬようにするかそれが問題にあったら心に不安が起きてそれが不信仰につながってしまいますその不信仰の中で出たのが問題の問題題のでで恨みがままず出てしまうんです私たちが何か恨みがあるとその以前に神様の計画を知らない不信仰不安がある。 と言うんですそれでその不信仰の中で恨んで不平するんです。それでイスラエルの民がモセに向かって恨んでそうしたことが私,私たちがエジプトにまた戻ろう。 それを忘れてしまったんです私たちがどう救われたかそれを忘れてしまったと思います郊外を渡るその神様の恵みがあったのにその後でまた飲める水がないそれで郊外を渡ったんですけど陸地のように分けて。 うん、それであらを生きながらまた問題に遭うんですけどそれが水がないその時またイスラエルの民が恨んで不栄にするんですけど万石を、うん 打って飲める水を出しました。それ、それだったらイスラエルの民は神様がどんな神様であるか？それを考えるんですけど。それで！ただ！乾きを癒した。それで喜んで、それは盤石の意味を本当にわからないと言うでしょう。盤石は何でしょうか？それはイエスキリストを意味するんです。 私と皆様は起き,る起きられるすべての問題の中でそれの中でなし行う神様のビザ、誠の福音の本日をそれを通って回復しなければならないのにそれを発見できないから <laughs> 発見できないから問題に遭うこといつも。 恨んでで不平するんでするるになるイエス・クリスリト私たちは「イエス・キリスト」で救われたことそれを逃したら全てが近く見えますそれに対した体験がないから問題に遭うと問題に落ち苦しみにあったら苦しみに落ちてしまいます。 それでイスラエルの民を通ってこの時代を生きている私たち同じ事件で恨んで不平意して生きているのが私たちの姿じゃないかチェックしてみなければならないんです。私に与えてくださった本当に救いの意味福井の意味。 神様は私たちに福音を与えるとき、私たちが落胆して諦める、そんな福音を与えたんじゃないんです。イスラエルの民のように。それ、私たちもそうしていますけど、そんな福音を私たちに与えてくださったんじゃないでしょうそ。うそうでしょう。親が。 子供を,を持つ時いつもどんなに喜びますかでその子供を産んで放置して捨てるため子供を持つんじゃないでしょう。神様の恵みの中で子供ができたら本当に祈りの中でそれを育てて。 あの産んだらどうこの世で、えー、生,きら生きられるようにしようかそれを神あの親の心で子どもを育てるでしょうこの子がどんなに幸せの人生を生きるかそれを思いながら子どもを育てます。 で神様は私と皆様を救ったでしょう神様の重要な心がそこにあるでしょうそれを知らないから今あった問題の前で神様を恨んで神様の計画を知らないから私の計画と心が前に出て答えがないようにいつもあのふえいして 生きている私の姿です問題にあって落胆することをあるかもしれませんでもそこそこにそれを超える福音を神様は私たちに与えてくださったんですだったら毎日確認するべきなことは何でしょうか2つです神様は一,一体誰でしょうか私たちを救った神様の力は どん,などんなものでしょうかそれを分か,ら分かるとき、福音をはっきり分かるんです。結論から言うと、福音がなるそのぐらい、私たちの人生は変わります。 どんな面では一生懸命生きてもこんなに生きていいかそんな考えを持っている方々もい,います絶えないあの消えない問題の中でなぜ私私にこんな問題が続いてくるかそんな心で信、え、仰、ー、生活をしている人々もいます今日重要な答えを持って帰るように祝福します皆様に 神神様様福音が回復されれるのそれを神様は望みます皆様の人生を変わろうと考えないでただ福音で満足で十分で完全なことを味わえるようにだったら自ら私たちの人生が 変われるんですそれで毎日チェックしなさい。本当に私が福音で幸せか福音で満足できるか本当に福音をどのように分かっているかこんな事実を毎日チェックしてチェックする花協会の皆様になれるように。 1>, 1番目「神様は初めから完全な福音を与えてくださいました」。パウルは告白しています私が持っている福音はある日偶然に作られたものじゃないんです。今日の聖書の2節にローマ書一章の2節に聖書において前から約,れ約束されたもので。 すでに約束されたものを神様が計画を持ってということです。神様がお応急承知で急に私たちに救いを与えるため作った福音じゃないんです。あ創世の前でローマン書16章25節よく知っている聖句なんですけど。 世々にわたって長い間隠されていたが今や荒らされて永遠の神の命令に従い。 私の福音とイエス・キリストの選挙によって、44にわたって長い間、隠されて、それ、私たちを救う計画を神様が持っていたということです。エペ書1章3節に見れば、賛美します。 ああ神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいます。4節に世界の元,に元の置かれる前から彼にあって選び見前で記憶傷のないものによりそれ本当に世界の元の置かれる。 置かかれる前からと言いましたそれを本当に神様の約束によって準備してキリストによって救われるように神様が道を開いていてたんですある方が私に教会に通っている方じゃないんですけどちょっと年取ったもので先週ある 場所で私,に私が花教会の牧師であることを分かって聞,聞きました。神様信じられますか当たり前の,あの質問でしょう。信じない人から。神様は信じられますか私が「はい」と答えました。ななぜ信じるか分からないんででしょうそれで私が言ったのは私 たちは神様は信じられません。会う道もないんです。わからないんです。で、神様が私たちに道でイエスを送ってくださいました。キリストを通ってだけで。神様に会い神様を分かれるんです。 世の中のどんな知識でも努力でも神様に会えません別れません離れてから霊が死んだからそれ神,神様から離れたのが現在で私たちが死んでそれで死にますけどそれで一番死ぬ,の人死ぬのは神様の計画 それがあのその方が何とかよく聞くように見えた人には魂と肉がありますその体に魂が入っている状態が今の状態生きている状態死ぬのは何でしょうか私たちの体から魂が離れて 行くのを死と言います重要なのは私の中に魂があるその時神神様様を受け入れ神様に会えますそれでキリストを信じて受け入れた者は神様の霊が私たちに入って死んだら神様に行きそうしない方は世を生きながら、ま、悪魔の子供で生きてて 悪魔に従って地獄に行きますそれで彼彼がなんとか内政のことに私ちょっとあのう考えがあるから牧師さんに聞いてみましたと答えたんですそうですそれでキリストによっ で、神様に会う救いの道を私たちに与えてくださったんです。そのキリストがヨハネ。19章30節のように完了した。何か物足らない。そうじゃない。 完全に終えたそれでアダ,ムアダムで私たちが絶対解決できないその現在の部分を全部解けたということです。それで人間自ら神様に会えないからそれで宗教を持ち自ら会えないから何か偶像崇拝します。それが幸せをあ持ってくると思って。 みんなが幸せになることを願っています。もともと幸せだった人間だから神様に会う道を知らないから偶像崇拝宗教を信じます。で神様に会う道はただキリストのみです。キリストによって神様に会うんです。それでお金でも成功でも満た,満たされない。 霊的な部分ですその部分も解決したのがキリストです重要なのは一番重要なことはキリストを体験しキリストで答えを出すことです弟子はどんなものですか教会を通って教会を通ってキリストの中に全部がいるとそれで恵みを受ける そそれれに答えを出すすが弟子です初代教会のいるにどんなにたくさんの破壊があったんでしょうかパウルにも。でまた今を生きている私と皆さんにもイエス・キリストを信じることで過去にも破壊があり今にも逼迫があるでしょう。その逼迫がなくなるのが問題じゃない。 福音を体験する祝福の働きを味わうとその逼迫が私に見えますそれで破壊をなくしてくださいと祈ったんじゃないです初対協会は私たちはあの苦しみにあったらなぜ私にこんな問題を 来るでしょうかと聞くんですけど「福音をまず味わうと福音のため会う逼迫,迫はそれで感謝する」「福音のため会う破壊にもっと ままず感謝しましたなぜはどうして私がこんなの祝福なあところに行ってここにいるかそれを感謝したのが初代教会の生徒たちでした。そうです福音で人生の完全な答えが出なければならないんです。 そしたら逼迫も答えで味わえます。それで福音で答えが出ないから逼迫が来るとそこに落ちてしまいます。福音で完全な答えが出るように福音で十分で完全で感謝します。だから逼迫が逼迫じゃないんです。で笑いながら。 あの初代協会の人々が逼迫の中でも笑いながら死にました死ねましたそれでキリスト一人で完全で十分でそんなことに答えが出す時問題を見る目が違くなりますこれ答えてくださって感謝します福音でじゃなくて 私たちの信仰生活は福音自体で感謝できる。これを分かったパウルは信仰の告白をしました。コリンド13章、10章31節に、こういうわけではあなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと。何をするにも。 神様の光栄を表すために本当の福音を分かったからそんなに言えるでしょう食べるにも飲むにも何をするにも神様の光栄のために福音が薄くなるほど過去の霊的な問題にまた結ばれますそれは仕方ないんです福音が薄くなる限り 少しの葛藤があってもこれが私たちの水準で私の霊的な状態です。なぜ続いて訓練の中に入って御言葉を聞いてするしなければならないでしょう。私たちの限りを超えなければならないから福音を見えるように。 私たちの限りを超えなければならないんです。<laughs> 福音が薄くなるくらい他のものが私に入ります。それで、マコトの神様の恵みを味わえなくなります。それ,それで、早く結論を出しなさい。福音は唯一な福音で、絶対的な福音で、永遠な福音。 神様が完全な福音を私たちに与えてくださったのに人々が作ったキリスト教じゃないんです。主が私たたちの救うため人間のの体ででこの世に来られたんです人が人々が作ったキリスト教じゃなくて人を救うため自ら人間の体を追って 来られたんですそれで十字架の力で私たちを救ってくださいました。完全に永遠に全ての問題を消えました。それでヒブリ書10章14節にただ1回の祭祀で。 永遠にしました。皆様の中にいる福音は完全な福音であることを信じなさい。それであちこちいろんなところにある福音じゃなくて唯一な福音。 これでもできるそれでもできるそんなことじゃない唯一なことですそれで他のことでは救いを得ることがないと言いました福音は唯一なことです。 聖書で記録した唯一な理由はヨハネ20節31節これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであると乙女マリアによってイエスキリストが来られて女の子孫で そのキリストは1人だけですイエ々の名がイエスであることは多いんです。でもキリストは私たちの人生を救うクリストはただ一人。大勢の人々がなぜ宗教が悪いと言いますかそうです。宗教は悪くないんです。宗教がなかったらこの世は本当にえー。 無通し上になるでしょう。それで、どんなにいい宗教でも人間の霊的な運命の問題は解決できないんです。それができないんです。宗教は悪,悪くないんですけど。人生の運命を変わることはできない。それで贖いのもので贖いでイエスキリストが信じて、私たちの永遠の問題から。解決でき。 宗教では変えない人間の問題を十字架で解けてくださったんです。この頃本当に木祖運動ができ参戦とか収容もいい,なんいいものなんですけどそれでは問題は解けられないんです。 イエス様が本言いました道、道であり、真理であり、命であるのは、本当にキリストだけ、私がその道であり、その真理であり、その道で、その真理で、その命で。 あると唯一なキリストであることをおっしゃっています。2000年前。イエスキリストがイエス,イエス様が私たちの問題を解決解けてえー。行きました。そのキリストは今も私と共に永遠にいらっしゃいます。それで、イエス様は今日も。 ヘブ,ルヘ,ブルヘブライ13章8節に、イエス・キリストは昨日も今日も永遠に一生であること。その福井の価値を失ってしまったら私も知らず譲れます。本当に福井の価値を分かると、間違ったもの、偽物が見えます。 先週にも言ったでしょう。本当に本質だけを分かると非本質のことが見えます。それで非本質に私の時間を使わない偽物が見えるでしょう。福音の力を分かったパウルがコリンド教会に向かってあなた方はどう 仲間同士に分けて子供のような信仰を持っているか時間が経った経ってコリンド教会にとても教会に戦いがあったでしょうそれでパウルがコリンド教会に向かって本当に悲しさを持ってそんなに言いました試しを開け試され。 教会の生活であの試練試練,試練に遭うのは自分の心に囲,囲まれているからそうです自分自身という倉が自分に立てているから他の人,人にだまされ試,試しを与えるんです。それで本当に 福音が回復される私と皆様になれることを祝福します2番目その完璧な福音を味わうのがなぜできないでしょうか私と皆様にその完璧な福音を与えてくださったのにそれがなぜできないでしょうかなんとかニュースとか見れば どうして人々がそんなになるか常識的に理解できないそんなことがこの世に本当にたくさんあるのを見ます。でその事故と事件を起こす人々を見ればその人にはそれが最善です。ただの事件を起こしたじゃなくてその人にはそれが最善であり。 分別ができないから、ね、そうですそれ,それでそのの人にできるのはそれが最先ですそれで私たちも理解できない常識以外のことがことをたくさん犯していることを見ます。なん他の意味では福音で私たち自身を見られないと信仰生活するのが一番 ああバカなような <laughs> 信じない人々が見るのには本当に酔っている人たちがああ私たちかもしれないんです。ああヨセフを見ましょう <laughs> 兄たちの <laughs> 憎みを受けて。<laughs> 本当に、あの。なんとか、あの。殺そうとし,して、もそれで、あの、奴隷に売られて。あの、うお名いを。取って。ローに入ったんでしょう。福井を知らないと。うん。なぜ、なぜ。私たち、こう、こんなに。状況に。 落ちられるようにするか、うん、福音を知らないと本当に恨むべきでしょう不信仰するべきでしょうでもヨセプは福音と伝道に対した確信があったんですだからヨセプが人間ではできないそんなことをした兄たちの行動の行動にも 神様があなたたちの命を救うため私をまず送ったそれで霊的な事実をヨセプは持ってそれを信じたでしょうヨセプもそうだし私たち自身もそうです福音の目で見られないと私自身が一番かわいそうな人で信じない兄弟とか。 私たちを見て本当に愚かだと考えるでしょうそんなものが私ですでも私たちは神からあ受けた福音を持っていて伝道に出した確信があるんですそれでどんな問題でも理由があるんですそれを探さなければならないんですそれは 本当の福音に戻ると全ての事件で神様の絶対経験が握られるんですそれでイスラエルの民は問題の中で神様の救いが見られなかったんですだからいつも不信仰で恨んで重要なことがあります 福音に帰ららなななければならないんです私と皆様は本当に福音に帰らなければな,らな,いなれないんですなどう,どう救われたか神様は私にどんな方かその部分を毎日考えてだったら今あんまりいいいい悪い環境の中でも私 本当に神様がどんな方で神様が私に与えてくださった救いがどんなもので環境を変,わら変えろうと頑張らなくても福音の中に入ったら環境まで変わるんです問題を解決しようと祈るけど問題はそのまま置いて福音に変えると変わると変えるとだったら 福音に入ると主が完璧にそれを解決することを見ます。環境を変える道が福音の中にあるから、問題を解決する道もその問題を根本的に解決する答えも福音にあるから神様の前で全ての恵みを 受けたで,しょアダムはでもアダムの心には欲があったんです。それがサタンが分かって暇,を暇に入って神様の御言葉と反対にサタンの話を聞いてそれで自分の欲のため神様の御言葉が御,御言葉を聞けなかったんです。 聖書に見たら？罪があん欲があると罪になり、罪が死になると。これは何の意味でしょうか？欲が宿すと罪になり。学生様学生たちが一生懸命勉強するけど、ああいい。 学校幼い,い,い,い時から福音がまず入らなかったら結局優先順位をどこに置いか。欲に追って大学に行き会社に行き成功したんですけど福音から離れているんです。それで御言葉の中に成功する前に。 福音から聞,聞けなければならないんです。福音から受けなければならないんです。だったら、自分も望まないうち、神様から離れて、御言葉が聞け,、えー、聞けない。聞こえてこないんです。サタンの話を、アダムのように聞いてしまいます。 それで神様からあなたがあなたの災いを解けると言わなかったんです神様は答えから与える元から癒すそれは女の子孫創世紀三書中古説ですアダムの問題を解決するのには関心がなかったんです神様は 根本,本の問題に答えを与えてくださったんです。キリストと送るそれで女の子孫で蛇の頭を限りを感じるほど福音に戻らなければならないんです。疲れ,る時疲れた時本当に福音に戻らなければならないんです。 私たちに本当に限りに会うと福音を忘れてしまいます。それで本当に幼い時に福音から入るのが重要です。すべての問題と事件がある時なぜ神様がこの問題をくださったかそれを考える以前福音に変えるのが必要です。 それで約束を待つのが重要なんです全てを持って誠に福音に帰る祝福が皆様にあることヨセフ以後にイスラエルの民が ああ奴隷の生活をしたんですそれで福音とともにあの伝道宣教を知らないからイスラエルの民が奴隷になってモセを通って伝道宣教の理由を分かった時そこから出てきたんです。奴隷の問題を解決できない答えそれも福音に戻ることです。モセ福音に 関わらず自分の思いで40年の間生きたんです。それで自分の思いで国のため何かしようと言ったんですけど、本当に辛い場面にあったんですけど、地の契約を分かったその時。 ドレイ,ンイスラエルの民をエジプトから連れて出たんです。福音に戻るその道が私たちの全ての問題から出てくる答えであること。パウルは自分の命を懸けてイエスを信じる人々を殺したんです。なぜでしょうか神様を信じるものでした。 パウは神様に一生懸命でした。立法を守るものでした。で、イエスがキリストでと復活したというそれをイエスを信じるものを見たらそれが本当におかしく見えたから。で、そのパウルが,主が復活した主があの自ら会って。 その瞬間パウルが変わったんです。コリンド1、2章1節に見れば私がイエス・キリストの以外には信じないと。カラディア 6, 6章14節にはキリストの十字架の保管以外には自慢することがない。だったらパウル、パウル、立法に落ちていたパウル。 神様を使え,る使えると言ったパウルが復活したイエス・キリストに会った後にはキリストの十字架のこと十字架だけ誇ると変わったんですどんな事件があっても神様が皆様を本当に福音に 帰るその道だと皆様の人生のトーニングポイントになることを祝福します問題があってあったこそ福音のトーニングポイントを持ってくるのを願っています。まままとめます私が今まで分かった たキリスト知識的に分かったキリストじゃなくて実際的に体験し味わう道に入ることを祝福します。これのため皆様本当に牧想する時間を持ち祈っているラ料亭、本当にそれをため書きながら祈って、 そうすれば自分の知らず福音の中に入って本当に日曜学校の子どもたちがそれを書いているのになんとなく自分たちに力が 力になると告白していますそれを書きながらちょっと呼吸するのになんとなく私たちに力があり隣の友達が私,たち私に近づいてくると祈りの中に私たち。 それを事実的に味わうと私たちも知らずに事実的な福井の働ききを体験できますその時神様が人々を神様にあ来るんです私の中の,の光が表すんです。 神様から受けた祝福が他の人々に表されるんです。それが霊的な祝福。福音を毎日、御言葉を通って体験すると他の人を助ける立場に立ちます。ヨブは問題の中でも。 前には聞くただ道で聞く神様を体験すると今は目に見え体験するとそれで問題とチキのチキ神様神様が本当に神様を体験するようにするため福音になるほど他の人を助けます助けられますそれで 皆様が福音になるほどもう一つ加えると伝道と宣教を悟るほど神様は皆様に経済の門も開きます勝利する皆様になるように祝福します賛美して祈る時間を持ちます <laughs> 이노래의가다를 미마쇼. 문제 속에서 본질을 찾는 전도 제자. 제자에게...